セカンドラウンド。パチンコ大喜利よ。いやスリリングな企画が始まりますよ。大喜利、ガイドを誇る面白ライターたちがこれからね、面白そう、いくつかのお題に答えてもう大爆笑を、ね、視聴者の皆様にお届けするという企画でございます。これ審査は僕です。僕が面白いと思ったら1本って言ったら1000ポイントです。1000、あ、結構でかい、すごい、頑張ろう、ね、頑張ろう、頑張ろう、ここしかない。俺はで、それぞれ、森もっちゃんのチームに森もっちゃん用のお題が1つ、はい、で、かおりさん用にも、かおりさんチーム用のお題も1つ、はい、で、両チーム共通のお題が1つっていうね、はい、システムでございます、はい、それぞれ思いついたら、はい、そのボードに書いて、うん、もうあとは俺たち笑う準備してる人でもいいでしょ。あ、笑う準備やだなって。面白かったら笑ってくださいよ。そうです、雰囲気作り大事だよ。笑いますよ。大喜利ってチームワークだからね。笑って、笑います、多少つまんなくても笑って、これ大事。あといいですか、うん、ここも1位、2位、3位の人にポイントあります。3倍、1.5倍、これ入れちゃう、入れて、せめて入れてください。国の面白能力の高さを今ね、読者に知らせる時が来ましたね。クリスさん3倍、うん、おめちゃん 1.5 倍、うん、やばい、今うちの方が真っ青な顔してます。本当だ、いや、お方だってできるよ。でも国が今まで面白いこと言おうとしたの俺見たことねえよ。付き合い長いけど、なんか やる時やるんです。クリスさん今日から変わります。語尾にチンコつけて喋ってるとこ見たことないよ。セックスとか言えます。クリスさんだってそれぐらい言えます。言えちゃう、頑張る。頑張るチンコだよ。困ったことが、今日奥さんいるんですよ。あ、そうか、じゃあほどほどにね。ほどほどで、もほらうち3倍ないんで。あ、そうだ、そう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 、か、香織さんが割と怒りのトーンで抗議を。公平じゃないじゃん、そのルールが。違う、だから違う、だからうちも、あ、そうか、3倍にしてくれればいいんですよ。あ、そうね、いいでしょ。じゃあ岡田さん3倍、岡田さん3倍で、あんなに点差離れてるんだから。岡田3倍で、ね、同じ倍率にしてもらえれば。確かに、ね、おもちろい答えを言ってくれるでしょ。おもちろい答えをね。うちの岡田やれますか。いや、頼みます。岡田さん頑張りましょう。頑張ります。明らかに嫌な顔してる。それではまず森本チームの第1問から参ります。やだ、いいですか、第1問、はい、森本レオ子が CD デビュー、さて曲名は、タイトルは。あ、クリス、ほら得意な音楽分野なんだけどね。クリス音楽得意じゃないですか。すごいね、こんなに誰もペンが動かない。いやいや、本当もう部屋とワイシャツと金保留とかでもいいわけですよ、そんなもんはね。あーじゃねえよ、あーじゃねえよ。なんかパチンコ要素を、要素を入れれば大喜利って成立するからさ。そう、有名な曲に、私から離れた方がいいかもしれない。そうそうそう、うん、これって何回でも上げていいんですか。何回でも、何回でも、もう私から離した方がいいですよね。大丈夫、うちメンタル強いから。うそうだね、そうなんですよね。結構メンタル組なんだよな。メンタルで滑ることを恐れないで。思いついた、思いついた。あ、いいよ、ゆかわさん、ゆかわさん、ゆかわさんも、もう参加です、参加です。やりたい、やりたい、いるだよ。一発目は勇気いるよ。それでは問題です。うちのゆかわが、森本レオ子が CD デビュー、さてそのタイトルは。壊れかけのレオ子。おお、うめえ、すごい、うめえ。ちょっとびっくりした。うまい、うまい、うまい、1000ポイント。ちょっと思いのほかしっかりしてた。あれよ、あれよ、正当だわ。あれ、うまい。とんでもなくトリッキーなこと言われる。いや、やばいだろうなって。いや、もう本当にトップバッターとしては満点です。満点、満点。すげえ。いや、むしろハードル上がりすぎて逆に答えづらくなっちゃうっていう。久々に褒められました。いや、やっぱり天才だなって思った。すごい、すごい、すごいと思いました。いや、本当。それだ。正解。正解がこれだって。そうね。じゃあもう二問目いく？はい。あ、クリ、クリ、クリ。いきます。お願いします。1000円で14回。大大です、大です。いい、あ、面白すぎる。はい、1000ポイント。いや、やっぱり笑いに嘘はつきたくない、笑いに嘘はつきたくないから。1000ポイントでしょ。じゃあ1000ポイント。やったー、3000ポイント。そうか、酒さんだから。はいはい、はいはい、そうか、はい、クリーン、ハンドルを左に回せ。おー、面白い。もう甘えは許さない。もう甘えかさない、もう甘えかさない。面白すぎる。いやいや、ありがとう、クリーン。お題変えます。お題変えるかね。じゃあ、かおりさんチームの
はい、こっち来ます、はい、大丈夫。香里さんが小説を執筆、さてそのタイトルは何、うん、タイトル、まあ、写真集でもいい、写真集を発売とかでもいいし、とにかく香里さんが本を出すそのタイトルは、うわ考えていいですよ。マイクさん来ましたね。カオリッキーが小説を執筆、さてそのタイトルは、氷結の行方。あーでもまあまあうまいうまい、まあまあ、気になる部分がいろいろ意外と正統派だな。綺麗、うまい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 、普通普通普通いやでもクリノよりは正直面白かったよ。クリノは後から傷つける、企画として点を挙げたけど、うん、それ勢いだからね、そこそう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 、最初にやった勇気、私もいいですか。おちろおちろ、大水がついに、うちのおちゃんがちょっと、はい、香里キーさんの、はいはい、ファースト写真集、うん、香里の香里、おーちょっとね、つややかな感じをイメージしてみる、いいですよ、いいですよ、そうだね、もう森本の視線が怖いよね、いいですよ、いいですよ、いやー、ちょっと1000ポイント、よっしゃー1500です、1500です、1500です、なんか緩いんだよな、いやもう明らかに甘くしてるよ。俺家帰ってもすげえ反省会するもん。はいはいはい、あ、じゃあコウキリッキーさんの、まあ、自伝です、自伝本です、自伝、怪物と呼ばれた女、あーいい、じゃあ1000ポイント、おーす、優しくしていこう、もう優しいな、優しくしていこう、じゃあ森本ちゃんも、はいはいはい、ほら、どんどん行こう、はい、裏月刊森本涼子、あーなんかあーってなマイナスで、マイナスでもよ、マイナスでよ、はいはいはい、じゃあ森本ちゃん、待って森本さんもやれるの、はい、やれます、私ないんだけど、やります、やります、アンドチーでやってまあちょっと香里さんからちょっと離れちゃうかもしれないですけど、そうですね、はい、じゃあ香里さんの、はい、小説のタイトルは、はい、アムウェイの森あれ俺だけ、いや俺は嫌いじゃないよ、いいあまりあまりみんなに受けないっていう、ああやっぱちょっと香里さん多分アムウェイを知らないんだよ、アムウェイを知らない、うん、アムウェイを知らないんですか、アムウェイを知らないかノルウェイを知らないのかどっちなのか、まあ、ダブルか、ダブルか、じゃあ下ネタ書いてこう、アムウェイ知らないかね、じゃあ下ネタ行こう、そう、ちいちゃんの下ネタなら絶対受けるからそうだね、ゲスはい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 、森本さん、森本さん、はい、香里さんの小説、はい、はい、そのタイトルは、はい、半立ち直樹、どういうこと、先輩、先輩、だってもう香り意味ないでしょ、いやそうです、それはもうそれは香り関係ないよ、ちょっと森本のずるいとこは完全に俺にターゲットを絞ってるから俺も厳しくするよ、それはダメだよ、慢性でもないもんあ、ちっちゃちっちゃ、じゃあ岡田さん、はい、ちょっとあの大人の、あ、じゃあタイトル言いますね、カオリッキーが小説を執筆、さてそのタイトルは何、はい、カオリの姫ごと、あ、素敵、かわいい、5万ポイント、いやいや、チーム全体で盛り上げようとする気持ちは伝わるんですがね、かわいい、じいちゃん、いやもう俺これ以上笑いの神様に嘘をついや半立ち直樹はダメよ、まあ、なんでですか、あとで、あとでジュース買ってあげるよ、なんでダメなの、まだあります、あ、ありますね、おトラはトラはとにかくポイントって言われたいんだろそうです、でもトラちゃんほらあの倍率アップなんで、あ、そうなんだ、はい、じゃあお題ください、カオリッキーが小説を執筆、はい、さてそのタイトルは何、固い、うん、チンコいやいや パチンコですよ、パチンコだよ、あ、なるほどね、固い立ち回りの、固い立ち回りの、あー1000ポイントちょっと、ちょっと笑いの神に嘘ついてませんかいやいや、笑いの神に嘘ついてますね、お前たちの方に甘くしすぎてバランス取らないとあと岡田やっぱ点数欲しがってきたな、ちーちゃん頑張れ、頑張ろう、頑張れ、チョビはやんないの、え、どうしよう、いやいや、頑張れ頑張れ、やろうやろう、そうそう、やろう、チョビちゃんイラスト描けますから、あ、そうね、うん、あともう本当自分の思いを描けばいいと思うよ、うん、地球をダメにしてんのは人類だとかね書いちゃえばいいと思うよチョビちゃん、そういうコラム時々書くからねびっくりするよね、あれ、チョビ抱えてんの、はいはいはい、湯川先生、はい、カオリッキーが、小説を発表、さてそのタイトルは何、 A カップから G カップにカオリんぱいどういうこと、まあ そ, ね、それ DVD でしょ、そうね、急にいや写真集写真集だから、はい、まあでも最初のやっぱ壊れかけのレオ子があまりに良かった、ね、そうですね、これはさすがにあげられない、あれ、嘘、ダメ
ました。変えた方が良かったか。では最後のお題です。これちょっと温まってきたからね。温まってきた。これ簡単です。本当思いつきでいいんで、はい、パチンコ必勝ガイドの増刊に新たな増刊が誕生、うん、そのタイトルはメガ盛り極上ヴィーナスに続く雑誌名をお考えください。雑誌名別に何でもいいと思う。何でもいいですよね、うん、今の時流を、ね、考えて女性ブームにさらに乗っかかる手もあるし、まあ、男だけ意識して、うん、出てほしい願望も込みで、はい、じゃあいきます。パチンコ必勝ガイドシリーズに新たな増刊が誕生、さてそのタイトルは。パチンコ必勝ガイドのメンズですね。ああ、でもちょっとあーだな、これそれは普通にみんな思うんだけど、それをどこの言葉をその中でチョイスするか。はい、岡田ができました。はい、岡田さん、はい、大きな声で言ってみよう。パチンコ必勝ガイドシリーズに新たな増刊が誕生、さてそのタイトルは何。半立ち直樹オールスターズ。よく言った。一本。それ香織さんの字だな。それ香織さんの字だね。それは岡田の回答ではないね。岡田が考えた。岡田が考えて耳打ち。筆跡勝手。これ字が違う。ちょっと字が違うぞ。大丈夫ですよ。はい、他、あ、天野さん。じゃあパチンコ視聴ガイドシリーズに新たな増刊が誕生。さて、そのタイトルは何。ザ・メン。嘘でしょ。もっとはっきり言ってよ。もっとはっきり言ってよ。それ以上は事務所的に言えません。よく頑張りました。一本。やったー。いや頑張ったね。自分で考えたんですか。はい。下向きで。すげーセクハラしてる気分になってる。違います。あの姉さんが、ね、姉さんが考えてくれます。姉さんが考えてくれます。姉さん意地悪いな。でも視聴者のこと考えてる。でクリもある。はい。はい、あ、やった。パチンコ視聴ガイドシリーズに新たな増刊が誕生。さてそのタイトルは何。すいません、まずインクが出ないんですけど。おお。わかる。俺とか森本は好きだった。もうやった。3000ポイント。はい。あ、いいですか。やった。パチンコ視聴ガイドシリーズに新たな増刊が誕生。さてそのタイトルは何。いやもうパチンコはもう古い、月刊ユーマ解剖。いいよっしゃー。ユーマ未確認飛行。いいよユーマが分かってないです。ユカワさん、パチンコ視聴ガイドシリーズに新たな増刊が誕生、さてそのタイトルは。カチコチ山オールスターズ。いや俺全然ある。どういうこと。どういうこと。なんか下に寄ってきたな。どういうことなんて。なんだよ。どういうこと。どういう意味でつけたの。あのなんか結構下ネタ系できたんで、ちょっとなんかカチコチ。まあそう、ね、もうただそれよく頑張ってよく、はい、1本投げます。ありがとうございます。はい、コウキさん、パチンコ秘書ガイドシリーズに新たな増刊が誕生さてそのタイトルは何。パチンコ秘書ガイドアメージング。パイント。イエーイ。力が強いぞ。やっぱ嫌だったのに。最初に考えようとしたんだけどね、うんうん、じゃあやらないと思われてやりますよ。お、じゃあバイクさんお願いします。いきますよ、はい、パチンコ秘書ガイドシリーズに新たな増刊が誕生、さてそのタイトルは何。ダブルガンマイク。見えない、ね、見せてくださいよ。ナイスガッツ。ナイスガッツ賞になりました。ナイスガッツはポイントないですよね。ないです。ナイスガッツ、まあいいや、ナイスガッツ賞、うん、ナイスガッツ賞。視聴ガイド頑張れおこぐらいはやるのかなと思ったけど何にもひれにならなかったんで逆にびっくりしました。いっちゃい頑張ろう。あ、じゃあ岡田さん、いいですか。パチンコ秘書ガイドシリーズに新たな増刊が誕生しました。さてそのタイトルは。ギンギンパラダイス。あのー、もういやこれはね甘やかさないよ。完全にも SOD の新作になってるんですか。大喜利内容が、うん、パチンコ秘書ガイドじゃないですね。そうですね、まっとうな、まっとうなクレームです。待って、半沢直樹もまっとうなクレームだよ。女。いや半沢直樹ありきのですからね。そうね、うん、いやじゃあもう、あ、いいですか。じゃあ最後すいません。じゃあはい、パチンコ秘書ガイドシリーズに新たな増刊が誕生、さてそのタイトルは何。ここらで一発やってほしい変態オールスターズ。ー出演バイクさんとチェロさん。普通にちょっといい。いやバイクさん変態じゃないからダメです。何。じゃあじゃあこれなしで。はい、じゃあコウキ、パチンコ秘書ガイド
パチンコ秘書ガイドシリーズに新たな増刊が誕生しました。さてそのタイトルは何、パチンコ秘書ガイド虎松監修筋肉のすすめ。あーあー欲しい、読みたい。あるね、それは読みたい。あるある。でポイントなかったポイントなかった、すいません先輩使ってポイント取ってよそこは。じゃあ真面目にいきますよ。はい、パチンコ秘書ガイドシリーズに新たな増刊が誕生。さてそのタイトルは何。パチンコ秘書ガイド読者の皆様のおかげです。おおおおいや、なんかもうトリッキーに点を稼ごうという姿勢が嫌だな。あ、ちょっと今厳しい。いやいやいや、1ポイント上げよう。じゃやったー、無理さえ甘いって。そうね、やったー。嫁が来てるからさ。そう、ね、じゃあチョビもやる。じゃあ参加します。あ、お願いします。、パチンコ秘書ガイドに新たな増刊のシリーズが誕生します、はい、さてそのタイトルは何でしょう。はい、 DVD ボックスです。はい、パチンコ秘書ガイド安田和彦の1日24時間ちょっと待って、俺笑っていいんですか。笑っていいのかな。笑いづらいよ。リアクションしづらいぞ。でも1ポイントはあげよう。やった。安田さんに対してだろこれ。そうです。美味しいスイーツとかよく食べてます。あ、そうなの。安田さん、あんな顔して。あんな顔してじゃないけど。ちょっとみんなよくないですよ。よくないですよ。よくないね。はいはいはい、はい、ここ2人いきます。はい、はい、じゃあ2人でやるの。、はい、コンビ技ね。パチンコ秘書ガイドに新たな増刊のシリーズが誕生します。さてそのタイトルは何。3グラスターズ。反対だよ。反対だよ並びが。ここか。曲名みたいになってるもん。グラスターズさん。イグザイルとかね。一声ありませんか。一声。一声。うん、でも並びが良くないな。やっぱりキャラっぽく見えちゃうから、こっちがね。やヤッシーさん持ってるでしょ。普通にダメ。ヤッシーさん持ってるでしょ。いや持ってますよ。じゃあヤッシーさん最後に、もう最後、はい、いやもう下ネタやめようということでお願いします、はい、パチンコ秘書ガイドに新たな増刊が誕生しました。さてそのタイトルは何。パチンコ秘書ガイド。それ最後にするの。ゼロパイ。これマイナスないですか。マイナス。マイナスだそれは。やだね。やだね。やだな。点数引いちゃう。それだけかもしれない。引いちゃう。消します。すぐ消します。これが一郎よ。一郎あんな大振りしねえ。ガイドの一応こんなもんだったということで。なるほど、わかりました。じゃあめちゃめちゃ悩んでそれ。終了でございます。ということで。パチンコ大喜利の結果はご覧の通り。より多くのボーナスポイントを獲得したのはレオコチームとなった。マイプーさんは、うん、大喜利の練習してるんですか。ちょっと待って、どうしたの。いけない。いや、うまかったなと思って。え、本当、うん、え、なんかね、全然練習してないんだけど、うん、お笑い見るのが好きで。ああ、そっか、まあ、よく言ってるもんね。そう、なんかね、みんなのその、うん、あ、でもテレビとかでさ大喜利たまにやるじゃん、うん、はいはいはい、そういうのもねすごい見るのは好きなの、はい、そう、でも全然なんか、うん、思いつかないんだけどね、言っても。いや、うまかったから。あれはもうたまたまパッて思いついたんだけど。え、でもそれがすごい、もうたまたまパッて思いつかないし。そっか。いや、他のでもね難しかった、思いつかなかった、 あんまり。いや、でもなんかやっぱり、うん、うん、いい感じでしたよ。でも本当、うん、嬉しい、うん、お笑いでもやっぱ見てるとさ、多分多少なりともさ、うん、なんか別に勉強してるつもりはないんだけどさ、まあまあなんかそういう感じのね流れとかも分かりますよね。そうそうそう、ね、だから本当にライターやり始めてから、うん、いきなり好きになったんだもん、お笑い。そうなんだ。そう、だから多分自分がこういうやっぱ話すさ、うん、仕事、はいはい、になってからすごいなんか見るようになったんだ。でもそれは別になんかたまたまっていうか本当に楽しいなって思うようになって見るようになった。はい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 、はい、いいですね。そう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 、なるほどね。なんか嫌々とかだったら嫌じゃん、逆に、うん、確かに。そうそうそう、なんだけど私はほらなんか突発的に物事言えないから。あ、そうか、考えすぎたってね。そう、なんか例えば、うん、考えてこれるんだったら、うん、もうちょっと出てくるけど、うん、考える時間ないと。あ、そっかそっか、で前もって聞いてればいいけど、うん、え、じゃあ今日例えば、うん、本当はこれ言いたかったけどちょっとやめたみたいなのあった。結構あった。
あーでもあった。あ、やっぱあったんだ、うん、ちょっともうちょい考えないとみたいな。これ違うなって思っちゃって。それが気になるよね。どうだったのか。どんなんだったの。教えないですけど。今だったらいいんじゃない。いやもうね、忘れちゃった、忘れちゃった。そうか、まあでもそうやってやっぱ考えすぎちゃうとさ。そうなんですよね。そうだよね、なんか考えて、あでもやっぱやめたみたいな、やめたってなっちゃうよね、多分ね。そうなんですよ。なんかね、難しい、やっぱり考えたんだろうね。あ、赤だ。あ、ペルソナの赤タイトル来ました。そうだね、今日は考えさせられた。そう、考えた、うん、ってことだよね。そうだね、考えた、うん、やっぱまあ、楽しいんですけどね。うん、なんかみんなでワイワイするのが楽しいなって思う。そうそうそう。このままリーチに発展し、これで発動、発展はするよね。あ、さすがにね。はい、メガポラリス。いやここ当てた。お、初雪だ。初雪だ。いやこれでタイトルが赤かったらいいな。でも全然ある。初雪だったらある。あるよね、うん、ある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 。どうだろう、タイトル赤。あー、まあ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 、まあ保留変わんないかな。当たれば格変だが、果たして。ちょっとね、260回ハマってるんで。結構いけました。でも私もなんだかんだ200超えてたわ。あ、マジ、うん、ちょっと2人してね、お願い。なんか、まあ、ワンチャンは保留もなんかハートなんですけど、お願いします、お願いします。もう投資はここで止めましょう。よもにって。おお、やりました。やっと当たりました。300、結構そうですね。しかもいい図柄ね。図柄も良かった。ちょっとさっき通常に偏ってたんで、ここから徐々に269ですね。さあ、そして三図柄とちゃんと確変をゲットすることができました。よかった。よかった。投資がちょっとね、またプラスで、4000円ですね。4000円。飲まれた杖がどうし。カオリッキーは移動してから何も起こらず。するとコーキーに。よし。ただこれなんか外れそう。なんか行くのはね、行きそうって思ったんですけど、さすがに当たんないかな、これ。頼む、ラストチャンスかも。いや、まあちょっと早すぎるか、ラストまでの。まだ時間はあるけど、当てときたい。やっぱね、ちょっと寒い感じだったな。発展はしますけど外れますみたいな流れだったんですよね。もう具体的な数値というか、もう経験則ですね。もう死ぬほど打ってるんだ、これが。その後、再びチャンスが。いけ。なんか行きそうな気がした。さあ、これでストーリーですね。ただ予告全く経由してないから、怖いわ、外れそう。三つ割り。ストーリーリーチは期待できるが、大当たりなるのか。あ、外れか、さすがに。どうなの。いや、まあ、やっぱチャンスアップつまらないと無理ですね、今のは。いやー、よくできてる。外れると思ったら外れるもんな、ちゃんと。先ほど確変に突入した湯川は、あれ当たっちゃったぞ。これは早かったな。ちょっとさすがに昇格してほしい。お願い。お、よかった、昇格しました。そうですよね、だって赤タイトルに、あ、赤カットインに赤でしたもんね。
赤のアルバムでしたもんね。よし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 、いいですね。2回連続確変です。セーフ。4回転早い。3回転隣で打つ岡田は、あったー、今鉄のハンマーだったんですよ。お骨格当たった。いや長かったね。長かった259回転骨格曲がっ、あ、早かった、あ、いいのか、ちょっと早かったけど曲がったら打ち出す、2回解放されるんでここは打ち出してください。わー、追加投資が7500円かな。そして、いやー、マジかー、しょっぱいよ。え、外そう。ここ、このままだと実質単発みたいなものだが、いやー、つら。通常、まあまあまあ、まだわかんないですけどね。まだわからないんですけども、6回転突角からの通常です。うわー、つら。いや、まだわからん、まだわからん、まだわからん、やめて。うん、確変昇格ならず。さあ、というわけで今、時短終了したんですけど、持ち球なんとか1000玉になりました。はい、投資が止まったので、まあ良かったかなと。あとこれね、この調子でこうコンスタントに当てていきたいですね。こちらはバイク修二郎。いやー、俺このままじゃ育成で終わっちゃうよ。心残りだよ。出場1回のみで終わりってやばいくでしょう。大喜利もいまいち結果残せなかったし。俺大喜利はね、もう本当に苦手なんですよ。ああいうトンチが、トンチのやつ考えるやつ、クイズも超苦手。もうバカっていうか、あの、うん、単細胞だから、単純だからひねりが効かないのね。パチンコのひねりはできるんですけどね。あ、バイクさんも結構ハマってますね。これで3号だから。あ、じゃあそんなに変わらない。だって俺通常しか当ててないからさ。あ、そんな変わらなかったです。そう、辛いよね。辛い、辛いですね。辛い、収録で当たんないのは辛い。育成から出られないですよ、バイクさん。それなんだよ、それなんだよね。ヤバイクなんだ。ヤバイク、ガンバイク。もうガンバイクだよ。ガンバイク、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 ガンバイク。頑張れよ、こ、頑張れよ、こ。大水は ST 中。幸せ、幸せ。ゴズガラ、頑張れよ。はい、熱い。はい、はい、キュインキュイン。いただきました。ありがとうございます。まあね、あのゴズガラ、これ ST 中なんで、めちゃくちゃ強いです。正直、前半で転敗した分、まあ余計に信頼度も上がってるというか、後半100回転から130回転になったら、ちょびっとだけ信頼度も下がってきちゃうので、まあ前半でやってよかったねと。ありがとうございます。気持ちいいっすね。10ラウンド、10ラウンドというか、まあ9ラウンドか、10ラウンドか、10ラウンドだ。1500発だから10ラウンドだ。そうそう、これがかっこいいんすよね。7に変わっちゃった。かっこいい。あざあざ。
早かったな、4回転だったんで全部10回転以内に当たってくんないかな。続いては、あーやばい分、ありがとうございます。ちょっとやばい分だけは目視ができないところなので申し訳ないんですけど、これプレミアの可能性あるよ。はい、これプレミアでしょう、もらいましたね、ありがとうございます。1つプレミアこっちでもゲットできました。いや気持ちいいですね、やっぱプレミア当たりは。もう10ラウンドっていうのがもう分かっている状態で、でさらに中のミッションみたいなのありましたね、確かプレミア出せみたいなやつ、あれまだ達成してないですもんね。え、ちょっと待って、共有ができてなさすぎて、ちょっと待って確認します。大水はさらに、おわいいね、壇上さん暑い、しかも5点いいよ、どうせやったらもう1と3と7でよかったよ、どれかで。まあ、でも期待度的には全然本当に高いので、いや壇上さんは倒せないとダメよ、ペッツさん。さあ行きましょう、問答無用の一撃、この演出好きなんだよ、かっこいいから。いきます、はい、あーダメだった、ここではダメだったけど多分死神とすれば3ラウンドかなっていう感じにはなっちゃいますけど、多分死神いると思うんだよな。大丈夫、いるよ、僕はいつもそばに、はい、そういうことです、ありがとうございます。まあ、なかなか5点の後、ね、強い人、ちょっと待って、もう忘れちゃった今名前、だ壇上さん、壇上さん、5点で壇上さんだったら、まあ、なかなか押さない。めでたく当たりました、35回転目、3ラウンド当たり。ヤッシーはというと、行こう、入れ、行こう、その先へ、その先へ、うんうん、なんやだ、盛り上げられた、盛り上げられた、腹立つな、全然連チャンせえへんやん、ちょっとマジこのままじゃ終わらないな、あんな一生懸命かっこいいよとか言ったのに、あんな全然やあれ、んああ、いやちょっと大喜利僕映ってるかどうか分かんないんで、ちょっとここ出玉で見しとかないと。そんな中、国彦に、おお、3で3で3でお願いしますよ、3で各編大当たりなるか。お、ウィンクしてますね、いやこれね、頑張れ頑張れ、3でね、3で、お願い、超えて超えて、お願い、お願い、わワンさんが良かったな、まあまあね、まあ当たらんよりはいいけど、よしよし、まあこっからなんとかねつなぎましょう。まあなんとか時短でね、気戻してここで伸ばしたい。引き戻しに期待するが、ああ終わった、まさに単発、うわー辛いなうわー、ね、総投資が1万9000なんで、で今落ち玉が約1400ですね、ピク1400はマイナス3350個でしょ、でこれかける3だからマイナス1万50個、うわやっぱ3倍付けが非常に重くのしかかってるわ。その頃大水は、しまんな、しまんな、うえー、しまった、よくないよ、5連で4446、いやきつい、
もうちょい頑張りたかったんですけどね、ちょっと終わってしまいました。あとはもうここの4回転ザンホリュー4つで319分の1を1回引いてればいいなって思うんですけど、まあないことなんで結構難しい。ダメだったか、これで終わっちゃいましたね。決戦リーチ中のバイク修二郎、せめてポイント取ってチームに貢献しよう。カオリッキーチームはまだミッション未達成。キリン来い。お、キリンちゃん。おー、出たキリンちゃん。ポイントゲット。やった、これで。これで当てるぞ。やばいく。それはもうダメ。ダメバイク。いや、これだから。いや、当たらねえよな、あれ。いやえ、マジで外したの？違う。これはね、俺外れるとは思ってたの。キリンだけだったの、キリン柄だけ、ね、なんかかわいそう。みんな見てると、俺もね、そんなショックじゃない。ショックじゃないんだけど、俺はキリン柄ポイント取ったのが嬉しいの。うん。え、これでもう育成から脱出した。いや、マークさん。しんどい。じゃあ、ポイント1ポイント取ったら育成脱出っていう、ルールだったよ。ルールだった。リッキーさんに報告した方がいいんじゃないですか。キリン出したよって。あ、そうだね。その前に弟子の元へ。ほぼうちらの勝ちみたいだね。あ、本当ですか。え、本当ですか。俺今でかい仕事した。何したんですか。キリン柄出した。おー、当てた。すごい。キリン柄出して外れた。外れた。え、外せばいいんでしたっけ。あれ、そう、出せばよかったんでしたっけ。おお、すごいでしょ。すごい、やった。まあ別に勝敗に関係ねえだけども。あ、まあでも大事ですよ。え、でもポイントになるんですよね。あれ、ポイントになるんですよ。ポイントだったってもううちらの勝ちだろう。いや、分かんないでしょ。まあさすがにね。まあそうですよね。もうほぼ4万発ぐらい、あ、5万発ぐらい差があるままで。もう大丈夫ですね。向こうもそんな出てない感じなんですね。じゃあ出てないね。出てないんだ。まあ、ちょっとうちらも言ってもマイナスだと思うんで。いや今日ね、誰もプラスがいないっぽいらしいよ。ちょっとなかなか珍しいです、ね、やばいですね。珍しい。逆にそんなことあるんですね。相当薄い確率。確かにこんなにいついるのに、いつもより全然いるのにね。そうなんだ。だから森本ちゃんだけがあとゼロかな、当たりがゼロ。森本ちゃんだけ。そうなんだ。もうなんかちょっと違う人になってる、うん、違う人に。いや本当にちょっとね、さすがにやばいかもね。さすがにやばい。リーダーでね、そのリーダーだしさ、辛いと思うよ。レオコさん、壊れかけのレオコだな。今まさにそこで言うか。やめなさい。今まさに壊れかけ。やめなさい。いや、さすがだね。それさ、いや、そこはやっぱりもう、それ最後に取っといた方がいいんだよね。こうカットしてもらって。え、何ですか。カットしてもらって取っておいた方がいいんじゃないの。こうね、壊れかけのレオコは。いや、壊れかけじゃなくて壊れてるけどね、もう。すげえなー。あんなこと言うから森本ちゃんが立ってねえんだな、多分な。結局追加投資です。虎松もここで。いやー、ここに来て追加投資か。まあ、今飲まれた時点で9500円使って19.7まで上がってきましたね。そんな上がる。いや、計算間違いじゃないと思うんで、うん、上がってきましたね。回転率が上がり、一安心の様子。まあ、ちょっとね、当たりには恵まれてないですけど、一応ここまでね、打ち込んできた、あの、自分が目指してきたものはとりあえずね、目指してきた期待値は積んでるぞということは分かりましたね。もうね、この辺のね、回転率になるとね、もう20も22もね、おそらくね、四国の勝率って面に関してはもう大差ないんで、
特に1日単位になるとね、うん、正直もうたとえ25でもね全然安定しないと思いますよこいつに関しては。まあというところでどさくさ紛れて2枚目いきます。まだ16一発でね取り返せる範囲になりますからね。はい、ですね、まあ、いろいろ考えた結果ですね、あのチームメイトとも相談した結果、まあ、これ打つよりガラガラで安い機種で5000発取ろうと、ちょっと収支自体はね結構負けてるんですけど、まあ、せめてミッションで役に立とうかなということで、リッキーさんが打ってるっぽい、AKB の 1,2,3 の横に行こうかなと思います。それでは安全性ですね、残り一応短いんですけど、まあ、ワンチャンスものにして、ゼブラ見て終わるみたいなね感じにしたいと思います。よし、4枚目よ。あれ、激アツが1回でいいんですか？ 2回。2回か。でも意外と大喜利で差詰められたから。でもあれも頑張りようないからさ。バイクさんはガチでへこんでたから、ね、点数がもらえない。氷結の行方良かったじゃん、みたいな。いや、まあ確かに。トラちゃんと2人で慰めるってしょうがない。我々のチームは点もらいにくいから、まあ、確かにもうしょうがないんですよ。そりゃそうっすよ、大人の事情みたいなもんですからって言ってんだけど、うん、いやでも点もらってもよかったするとそこに、あ、やりました隊長、ま、隊長でかい仕事やりました。え、 なんか違うと思うんだけど何ですか、何やったんですか、なんでへそないの、バカでかい、やらかしたんじゃないのこれ。あ、分かった、キリンガラかっこいいが出た。そうで、で外れたそこを当ててくださいよ外れたの、外れた。じゃあでもほらでもほらポイントでしょ。でもあともう一回、二回出さないといけないですよ。あ、二回か、仕事してるじゃん俺だからこのまま5000発もらえないとシュウさん仕事しないことになっちゃうんですよ今日。だからそうですね、確かに氷結の行方もダメだったんで、氷結の行方もダメだった。氷結の行方、審議だ審議。どっかの出版社。えぐる。どっかの出版社。俺は自信満々ですからね。俺はもう自費出版するよじゃあ。あれはあれですよね、採点する方が悪かったんですもんね。そうだそうだ。いや違う、俺あれ振り返ったら一番だったじゃん。一、はい、番であの場が溜まってなかった。いやでもよく考えてみて。いやでも壊れかけのレオコは一発目からいきなり。確かに。あれ一発目なんだ。いやでもほら。まあね、でも冷静に考えてみ、よくない？まだいい。だからいいって言ってるじゃないですか。いいんですよ。よかったと思う。そう、よかったでしょ。はい、だから俺もいい。カオリッキーがよかったって言ってくれたら、もうそれでいい。ポイントはなくてもいい。もう間に合わないじゃん。いや、だからもう一発。キリンが。もう一回キリンお願いします。キリン。そしたらもうシュウさん選んでよかったって私心の底から思えるんで氷結の行方で選んでよかったじゃん。いやあれポイントもらえてないんで、ノーカンノーカンなんで、すいません、ポイントに結びつかないとあんまりちょっと俺のアメージングより低いんですよ。あ、そっか。じゃあまだ時間あるんで頑張ろう。あ、2ポイントだったんだ。そうだ、何も仕事してねえやっぱり。ここでチョビからちょっと大筒さん探してきます。ということでチョビの大喜利リベンジタイム。大喜利タイム。お題は森本レオ子が小説を発表。さてそのタイトルは。レオ子の下皿、上下感あって。本来なら大喜利は終了しているが、チョビの熱意に免じてなんと1000ポイント獲得。この結果をリーダーに報告。レオコさん、レオコさん、はい、今あのチョビちゃんがあの突然大喜利タイムやってもらってポイント取ったんですよ。やったやった。何ポイントもらったの？10ポイントです。10ポイント。あのそのネタもぜひリーダーに聞いてほしいんで、はい、じゃあお題言います。はい、森本レオコが小説を発表。さてそのタイトルは何？レオコの上皿上、レオコの下皿げね、チョビじゃなきゃ許されないよ。いや、ありがとう。やった気持ちが嬉しい、気持ちが嬉しい。なんか誕生日プレゼントだと思うわ。その1000ポイント近いから。やったー。ずっと綺麗な人しか、心が綺麗な人しか言えないネタだもん。言えない、言えない。
じゃあ頑張ってください。いや頑張ります。ありがとうございます。じゃあ次はパチンコで当てよう。よっしゃちょっとなんかちょびちゃんのね優しさにも触れましたし、まあもうちょっと正直勝負的にはここからまくるのはもうほぼ限りなく不可能だと思うんですけど、やっぱねちょっと一矢報いたんだぞっていう当たりをね最後に引いて引きたいです。そして大喜利から戻ってくると、あ、魚群、お、魚群来ました。あ、でもチャンスアップない。あ、裏4ですね。止まっとけと、え、嘘、おお。ギリギリ。またでも単発ですか。はい、魚群、こっちも魚群でした。遅れスタートからの魚群。チョビにもチャンスが。あ、でもな、目炎ないしな、ちょっと不安ですね。お、終わりました。すごい、クニさんも当たったら同時に、おお、ほぼ同時に大当たりをゲット。よっしゃ。本当最初の30分ぐらいだけだったプラスにいたの。確かに私も最初だけだったな。最初じゃないな、途中だけ。いやー、もうちょいね、なんかうまいこといかないかな。ね、結構使ってるしな、もう。そうだね、ちょっと取り返せないところまで ね、まあ、そうですね、だんだん行っちゃってるよね。来ちゃったから。何枚目それ今。これね、これで今14,000。あ、結局ゼブラ一回も出てないね、二人ともね。確かに意外と出ない ね、 ね。いや出たんですけどね、一回ずつ ね、 ね。そう、やっぱ出そうと思うと出ないもんだよ ね、 ダメみたいですね。確かに。そしてさあ、時間になってしまったんですけれども、いやー、なっちゃいましたね、最後何も起こらず。2人して何も起こらず終わった ね、 ね。147回転と179回転。ちょっとね、はい、確率がね、あの初当たりの確率がさ、まあそうですね、だいぶ、まあ、もうちょっと当たってもよかったんだよね。128分の1と、そう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 、100何だったっけな、結構いっちゃったんで、ね、99より全然いっちゃってるんで、ね、いっちゃってるけど、まあ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 、うん、そんなね、まあ、長時間打ってないですし、多分すごい長い時間打ってるわけではないけど、そう、まあね、まあまあちょっとね、あんまり良くない結果になっちゃいましたね、うん、はいはい、って言っても、まあもう言ってもね、多分勝ったようなもんだと思うし、多分勝ってるとは思うんですけど、はい、まあちょっとね、ちょっとドキ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 はしますけどね、分かんないから、うん、確かに最後までね、そう、下の状況があんまり分からないんで、うん、確かに見てないんで、ちょっとね、そうなんですよね。まあこのままエンディングの方を迎えたいと思います、はい、ありがとうございました。お疲れ様です。残り時間わずかの中、カオリッキーに保留が変わんない。速報来ないか。あれ、先読みチャンスモードって点滅ありだっけ。私はまだ1回もしてない。あ、点滅ありだったような気がする。あ、軍来た。お、来た、先読み。最後の最後に大当たりなるのか。でも全部なしでした。なしです。点滅はなしです。軍来たよ。ゼブラが、あとはウーファーブーストのゼブラ、うん、あー、そっかそっか。せめて赤ねえ。うわー、やばいな、それ普通に。おー、当たった。さっきからね、ここ緑しか来なかった。さすが、残り10分で。残り10分に強いです。多分2万発ぐらい出せばプラスになりますよ。やば。ありますあります。こっからゼブラあったっけっていうとこなんだよね。そうですね、右打ちないんだよ、ね、どのボードも多分ない気がする。ないよね多分、うん、トロッコもプレミア全部ゼブラじゃなくてキンとかだから、総投資15,148回転 48。 ラッシュ突入は、さあ
入れましょう。深呼吸して、ゴー、いけー、頑張れ頑張れ頑張れ、やれるのか、おい、オール青、あ、緑緑、もう強っ、赤、頑張れ、1点、有力シンパシー、まあまあまあ、ひどいどうせダメだろうな、1回転目は失敗。このボタンでさ、こうやって頑張るとさ、はい、直樹にさ、おばさん臭いってよくないでも握ってたら気持ち悪いって言われたことありますよ、直樹さんに。なんかキモいその手つきって言われて、そのままはちょっとね、気持ち悪いよね。喜び、驚き、発見、奇数だし、ある、感動、あるある、チーム、おい、ここでいった保留連緑で行きました。2回転目、こっからね、ゼブラが出やすいならめっちゃ喜ぶんですけど、いや、プラス収支目指しましょう。15,000円、ありがとう。1、はい、ということで、移動早々なんですけども、終了の時間が来てしまいました。正直ですね、何の役にも立ってないですめちゃめちゃ今、うんって聞こえたけど、後ろね、8位指名って感じの活躍でしたね。まあまあまあ、まあ、あとは体調が当たってるっぽいんでね、なんとかしてくれるでしょう。はい、ということで、次ね、次あったら選ばれるか超不安ですけど、はい、だからエンディングで何かで挽回できないかちょっと探ってみます。お疲れ様でした。あの赤はダメだったのかな。あ、ダメだったんですか。わかんない、これ、あ、これか。いや、さすがに、ダメだった。ああ、やばい、来た。次の回転。いろいろずれすぎっていう。2回転目できました。ありがたい、やばい。で、先上がってます。はい、頑張ってください。ラウンドよ、刻むの、もう時間が来てしまうので。10ラウンドは取れているのか。おなった、10ラウンド大当たりをゲット。ひとまずスーパー取れてよかった。激アツ柄さ、2回出さなきゃいけないじゃん。そうなんですね。そうだったよ、俺1回と思ったからさ。あ、2回です、2回です。だからとっとと出してこいって言われる、言う感じです。とっとと出してきてっていう感じで怒られたよ何もやってない、シュウさん、そのままじゃ何も、今日ポイントゼロですよ。かわいそうかわいそうなあ、なあ、その2回のうちの1回出したんですもんね、うん、かわいそう、かわいそう、あ、1回出したんだからありがとうですよね。いや、でもまあ、まあ、確かに、でも1ポイント、ポイントも入んないから、まあそうだよね。まあやっぱあれじゃないですか、バイクさんにはそれぐらい強く言った方がいいと思ったんじゃないですか、ほら、言ったらやってくれるって。で、多分2回目出したら私は信じてましたって言ってくれると思いますよ多分言わないよ言わないよ、かおりっけかわいそうに。しかも俺だから向こう行って、あの氷結の行方も俺はポイント入ってると思ったの、はい、どう思う氷結の行方。え、大喜利の氷結の行方ってあったじゃん。あ、ありました。氷結の行方ってなんか小説でありそうじゃない。なんか、あ、ありそうですけど、推理小説で
あの面白くはない。あ、それもあるんですけど、うん、あの氷結の氷の字間違えたのが気になっちゃってそればっかり気になっちゃって、どのタイミングで突っ込むのがいいのかなっていうのを探ってました。だから俺間違えたかもって言いながら出したんだけどね。で、ま、間違ってなかったらどうする。間違ってなかったもあーってあーかいや、なー、何か元になってたのかなと思って、なんかそのベストセラーみたいな形でなんか元になってたのか、うんうん、あの裁判とかの氷結ってあるじゃないですか、氷結、うんうん、あれとかけてんのかなとかいろいろ考えて、分かんなくなって、いろいろ考えられる楽しさがあるじゃん、うん、あの、うん、でもやっぱそんなに笑えなかったですそっか怒ってるそっか分かります。なんかちょっと難しかったです。いや、まあ、何かのもじりなのかどうなのかも分からなくて。なるほどね、スッと笑えないってことか。今日は一つ大人になりました、うん、おっさんが一つ大人になりました。またよかったです、うんうん、よかった。収録で大人になりました。そして実戦終了です。もう悔しいです。通常1回のみ、そしてギリンガラ1回のみ、そして大喜利は0ポイント。何やりに来たんだ俺ここに。もうやっぱ育成止まりだったな。10位はカオリッキー正解だ。次回もし機会があったら頑張るんで、またカオリッキー頼むね。無理か、まあ、終わります。はい、ですね第2戦目は当たりゼロで終わりになりました。第1戦第2戦合わせて引いた当たりがターボの2発、最高獲得出玉がですね300玉と、もうボロボロの結果なんです。あのちょっとエンディングでみんなに合わせる顔がないんですけど、精一杯謝罪したいと思います。ムムさんだけは、ムムさんだけには謝りたくないけどね。お疲れ様でした。もうあるある、ラストチャンス、まさかのラストチャンス。実戦終了直前、天野にチャンスがあるな。あ、キリン出ない。これ当てたらかっこいいけどな。ですよね、そうですよねないよね、当てたかったな最後。はい、お疲れ様でした。いや、なんか何とも言えないですね。その選んでいただいて頑張ろうって思ったんですけど、まあ、普段私本当に当たらない人なんで、今日当たったっていうだけで自分としてはちょっと上なんですけど、まあ、とはいえちょっと全体的にはそこまで力を発揮できなかったし、ちょっと残念だなっていう気持ちでいっぱいなんですけども、ちょっとまた次回こういう企画があれば、その時は上位に選ばれないかまあでも次こそ結果が残せるように頑張りたいなと思います。お疲れ様でした。はい、実戦終了の時間となりました、結局ですね、初当たり2回引けたんですけども、全くノービズと、まあドラフト4位ぐらいの活躍度で終わってしまったんで、まあね、次回いつあるか分かんないですけども、あと3位にはもう1回ドラ4ぐらいで選んでもらって、ぜひね、いい方の、ドラ4の活躍をしたいと思います。今回は、ちょっとしょぼい感じになってしまいました。すみませんでした。はい、ということでお時間ということでね、もうやめないといけないんですけれども、最初新北斗無双天野さんの隣でヤシーさんの隣で打っておりまして、まあ、1回当たったんですけれども、1回続く、だから2連か2連することしかできず、で移動してきた先こちらの、まあ、新必殺仕置き人でも SD に入ったんですけれども5連という結果になりまして、結局最終的な持ち玉が3000発ちょうどですね、で投資の方がマイナス2万5500円なので、全然一人でもサドマがマイナスになってしまって、もう顔向けできませんね誰にも。本当に申し訳なかったです。せめて大喜利であと5つぐらい面白い回答ができたらよかったのになと、それをずっと後悔します。まあでも総合的に今日は首が痛いのによく頑張ったなと自分を褒めてあげたいです。ありがとうございました。お疲れ様です。時短中の国彦はというと、
これは当たれば確変ですからね。いやこれ当たれば僕プラス収支が見えてきますよ。さあ頼む、大当たりなるのか。お願いします。お早めでいいよ、早めで早めで。今真ん中辺、おお。わあ。おお、8回転引き戻し。あ、9回転か。ついでに、ついでに。ああ、まあ12ラウンド。見事、確変大当たりをゲット。そしてチョビは。はい、実戦終了しました。プラスで終わりました。そして大喜利ポイントも取れましたということで、最後ねどんだけで取るか分からんけど、最後楽しみにしたいと思います。お疲れ様でした。はい、実戦終了ということで、最終的にねちょっと回転率とねずっと戦ってきたんですけど、回転率がね 19.6 と、まあ、自分が思ったところね、まあ、ちょっといいぐらいまで着地してくれましたんで、まあ、個人的にはまあやれることはやったかなと、まああとはチームなんですけどね、それはちょっと蓋を開けてみないと分かりませんから、まあなんか勝ってることをねちょっと祈りつつエンディング行ってみたいと思います。はい、お疲れ様でした。おい、来ました。はい、ダメからも5、続いて早いな、終わるには。せっかく入って2300発。赤赤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 。あ、分かんなかった。ならワンちゃんいけそうな気がする。エンジンここ出てこないと飛び出す。出ておいで、まゆ。出てこない、消えちゃった。ほい、ふぅ、ダメ、早いよ。16一発しか取れてないし。あ、ポッポしてた。気づいてないけど、なんかポポ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 って言ってた。本当だ、エアバイブ来てた。何が音鳴ってんだろうと思って。すごい、音で気づいた、エアバイブに。7赤い点。はい、実戦終了です。なんとか右打ちできたんですけども、残念ながら実戦終了の時間が来てしまいましたというところで、現在の持ち玉が2626発、投資が1万5000円なんでマイナス1124発と、あとちょっとでプラスだったんですけどね。あとはゼブラを出せなかったのは心残りではあるんですけれども、おそらく圧勝だと思いますので、笑顔でエンディングやっていきたいと思います。それでは実戦終了です。お疲れ様でした。そして確変中の国彦は、おお、いいリーチだよ、いいリーチだよ、最高だね、もう贅沢すぎるね。あ、しかもウィンク、これはいただきでしょう、さすがに。はい、はい、大丈夫です。よし、これで3連チャン。あ、もう今の時点でサダマがほぼプラス、あ、ちょいプラスになりましたね。今持ち玉4900あるんですけど、投資が1万9000なんで、そう、玉数でいうと4750個なんで、お、やったプラスになったよ、よかったよかった。あ、まあね、しかもこれからはね、このプラス出玉がさらに3倍になるわけですから、いや、 やっと、ね、僕の時代がやってきた。お、
当たっとけ当たっとけ、泡だけど泡だけど、チャンスアップなんもないけれども、当たっちゃえ、おお。なんか急に簡単になってきたんだけど。国彦の連チャンはまだまだ続く。おお。これは確実に取りたいね。なっちゃえなっちゃえなっちゃえ、こういうの外さないでよ、こういうの外さないでよ、こういうのいらないから、遅いな遅いよ遅いよ、嘘だ、おお危ない。最後の最後にドラフト1位の国彦が大活躍。果たしてレオコチームは逆転勝利できたのか。セカンドラウンド実戦終了。実戦終了よ。皆さんお疲れ様でございましたね。今年一番の冷え込みが我々の体を襲っております。はいはい、もう早速結果発表いきましょう。はい、まずは森本さんチームから。あ、我々からいきますか。もうそれで刺して、はい、先にやる。はい、はい、我々今日まあ6人で打ったんですけれども、はい、ちょびちゃんとくにさんが結構プラス叩き出してくださいまして、ね、はい、しかもくにさん3倍つくんで、はいはいはい、意外と皆さんが思っているよりも、お、惨敗ではない、やれております。はい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 、ですね、出玉のポイントが、うん、2日目、はい、2日目なんとプラス5428.5 ポイント。おお、大きいポイント入れて。端数ある、あ、それ抜きです。あ、抜きで。抜きで、あの出玉だけで単純に。すごいじゃん。そこでちょっとあの端数あるのは大水ちゃんの 1.5 倍。そうなんです。出玉だけでこれだけ、これに大喜利ポイント16000ポイント。すごいね。あと実践。後半の実践中にチョビが大喜利思いついたって言ったんで1000ポイント入れてます、入れてます、はい、合わせて1万6000ポイント。そうですね、はい、そんなことあったの、あった、あったのか、呼び止められてね。と、あと我々ミッションも達成してるんで、はい、プレミアム出すっていう、そう、そう、天野さんが、はい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 、出していただいて、それも5000ポイント達して、なんと今日2日目合計ポイントが26,428.5 ポイントプラスです。逆転打ったね、これ。で、これで前半とちょっと前半と合わせて、あ、わかった、あった、忌まわしき過去があったね、あなたたちには過去の負債がね。前半の成績と合わすと 406.5 ポイントのマイナス。いや、でも大健闘じゃん、大健闘じゃん。そう、もうね、もうドラフト1位のクリア様々で、かっこいい、様々ですよ。いやちょっとびっくり、俺意外と頑張りましたね。いや、本当大喜利でちょっと笑いの神様に嘘をついて点数つけて、もしこれでこっちが勝つようなことがあれば、俺はちょっとここから身を投げる。え、本当に、うん、意外とちょっと点数取り直しそうよ。甘すぎたわ、ね、こっちのチーム。じゃあ香織さんお願いします。はい、我々のチームですね、はい、今日 1.5 倍と2倍の方もいらっしゃったんですけれども、うん、なんと、はい、全員マイナスです。え、おー、あるぞ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 、全員がマイナス収支となっておりまして、はいはいはい、今日のトータルのマイナス定まがなんと35,350。あれ、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 これはいい勝負。大喜利ポイントとか、大喜利ポイントが8500。あ、ミッションは、ミッション達成できるです。あ、そうなんだ。お、あるぞ、あるぞ、これちょっと分かんないよ、マジで。え、じゃあ、え、大喜利で本当に負けてるパターンあるあるな。ちょっと待って、ちょっと待って、大喜利で結果決まったらこの DVD 何だったか頼む、カオルさんお願い。はい、これね、私しか知らないんですよ。そうなのよ、俺もめっちゃドキドキしてる。いや、私も正直ポンさんの聞いた時にえって思いました。マジで、これ、これ、え、もしそっちまくったら
まくられたら俺1万ずつみんなに払う。さすがに申し訳ない。そうなんだね。はい、じゃあ発表します。お願いします。ファーストラウンドが34,071のプラスでした。はい、今日がマイナス35,350で、大喜利8,500なんで、トータルプラス7,221。危ねえ。いやおめでとう。俺心の底からよしって言っちゃったよ。危ねえ。はい、以上をもちまして、はい、今回のドラフトバトル、チーム女帝カオリッキーチームの勝利でございます。いやちょっと本当ドキドキした俺。いや私もちょっとやばいって思いましたよ本当に。いやだってもしまくってたら、はい、割と普通にお詫びしなきゃいけない。いや良かったです本当ね。うまく調整しましたね。そういったことですちょっと悔しいですね。でもねここまでね、あの大差をここまで詰めたんですよ。そうだね、そうだね。パチンコじゃないところで詰めたからね。生パッサですよ。そうだよね、もう奇跡だよね。そう奇跡、背中見えましたからね。見えたよね。でも7万パッサのうちのだって大喜利ポイントの差なんてだって7000ポイントぐらいじゃないですか。あ、まあそうだ。だから残りはしっかりちゃんとパチンコで詰めてるんですよ。あ、一応言っときますね。そうね、そうそう、大喜利のみたいな。そうだね、ごめん言い方が悪かった。大喜利でね、万取ったわけじゃないですからね。あ、まあそうね。そう、ちゃんとパチンコで詰めましたから。じゃあ、そうですね、森本チームも頑張ったということでね。それだけは皆さんお見置きくださいということでね。でこれにてね、はい、実戦自体が終了なんですが、はい、両キャプテンにはまだお仕事があります。だそうです。この後今回の2日間の実戦をね、振り返るという大仕事が残っております。で大喜利もう一回見なきゃいけないってことですよね。そうなんですよね。そうなりますよね。でももう一回ね、あのゆかさんの素敵な大喜利を、ね、あれね、感動的だったの、うん、あれ以外全部カットでいいんじゃないですか。だそれはある。あれだけ本当ね、あれだけ本当プロに発注してるから、ね。嘘だけど。わかりました。それではそちらの方もお楽しみください。はい、今回の実践はここまでです。さよなら。さよなら。